こんにちは、袋鹿の袋です。今日お話しするのは、また Q&A を、してやっていこうと思います。今日のテーマは、左側全体が痛いというお話です。3日ほど前から、歯の左側が痛くなってきました。最初は下の 歯の奥歯だけだったのですが、上の奥歯も痛くなり、今では左側全体が痛くなってきました。食べ物を食べると痛みが強くなります。歯を磨くと収まりますが、また痛くなります。1年前、奥から2番目の歯が折れてしまったため、抜けています。また首の凝りが激しく、そのせいかどうか分かりますが、頭痛がします。こういったお悩みで、の Q&A です。おそらく歯の噛み合わせという名前で言うよりは、左側等に何か顎関節内視鏡、あるいは、食いしばり、激しいと何らかで左側だけ、かなり負荷がかかっているという状態かなというふうに思います。歯の噛み合わせから来る顎の全体的な不調だと思います。一部虫歯も、痛みのあり方からするとあるのかもしれません。左半分に歯ぎしり等はあると思いますので、歯科受診はもちろん必要ですし、できれば痛み止め等を出してもらって、ちょっととりあえず過ごすっていうのも手かなというふうに思います。歯科受診はされた時はマウスピース的なもので一時的に痛みが緩和できるものがあれば、それも積極的に使うといいかなというふうに思います。その後噛み合わせの調整等は必ず必要なんですけど、関節の中を見ずに、噛み合わせの調整をすると結構問題起こしますんで、一般の先生方は特にその辺は注意しながら、削られる、私はあまり顎関節症がある方に歯を削るっていうのはもうものすごく慎重にしなきゃいけないっていうのに気づいてますので、その辺を考えながらやられた方がいいんではないでしょうか。整体をうちの場合はコラボしています。実はうちの3階に整体院があって、彼に顎関節症というよりは顎関節に付随する周りの筋肉を緩めてくださいとか、そういった形でお願いすることが多いんですけど、それをお願いしたりしていますので、そういうふうに整体とコラボしないと、こういった、全体の不調的なところっていうのは首筋の曲げ方一つにとっても何かそういったところに問題が起こしていることもありますので、その辺も見てもらわなければいけないと思います。次に書いたのは、私どもで、いわゆる顎関節症患者さんがいらした時に痛みがある場合、一時的な対処法としてどうするかということを、3つ挙げました。睡眠体壁の緩和、寝る時の姿勢とか頬杖だとかをつかないとか、その辺のところを必ず守ってください。2番目とすると、神経刺激物質であるもの、一番あれのが香辛料、コーヒーですね。その辺は痛い時期、これはもちろん痛い時のプロトコルですから、痛い時期はやめるようにしてください。特にあと、白ザクト、青白糖ですね。青白糖は実は神経刺激物質とされています。かなり強いですね。ですので、青白糖そのものももちろんですし、それが含まれているもの、よく皆さんが飲まれるものとすれば缶ジュースですね。缶ジュースの、砂糖とかブドウ糖とか書いてあるものはできれば取らないように、痛い時期はしてください。それからよく関節を温めてから、動かすようにしてもらっています。関節自体はですね、これは実は顎の関節の動きとして、回転運動してから滑走運動していくっていう、滑走運動っていうのが左右の関節が、本当は一緒に揃わなきゃいけないんですけど、なかなか顎関節症だとか食いしばってる方はそれが揃わないので、その辺をシンクロさせましょうっていうようなことを、お願いしています。お風呂から出てから関節を温めて、それからそういった運動をしていただくんですけど、その辺については詳しくは、当院で前に出したビデオで、簡単に言うと顎関節症のことについて、語っているものがありますので、その辺を、見ていただければもう少し詳しくご説明しています。今日は以上です。
お口の病気と喫煙との因果関係はかなり大きなものです。歯周病が起こっても血が出ないまま進行していきます。どうしても吸いたい方でもこんな吸い方はお勧めしていません。